の旅クラブ、旅は人生を豊かにする、ジャンボツアーズの提供でお送りします。スースーだーい、チョリアプスー。さあ、カンボジア、はい、今2つの言葉でこんにちはということをご案内しました。今年の3月17日に沖縄から午後直行便でカンボジア王国のアジアの宝というのかな、あるシェムリアップに5日間でツアーをご案内します。往復直行便でございます。そしてシェムリアップの方に楽々4連泊なので、たっぷり寒気のベストシーズンにこのコース3コース作っておりまして、まず1コースの方は昨年の7月にできました、もうほっかほかの新しいカンボジア3番目の世界遺産に認められた三宝プレイクックの遺跡群の1コース、こちらの方がアンコールワット、アンコールトム、そして、トンレサップ湖のクルーズも、もう本当に昔ながらのカンボジアの人たちがそこで水上生活をしてた、そちらから乗っていただく味のあるツアー、こちらの方が10万9800円からご用意しました。もう一コースはあの天空のプレイヤービビアの遺跡群とアンコールワットの遺跡をたっぷり見るコースを、シェムリアップのソッカーアンコールホテルに4連泊していただくコースが13万9800円でご用意しました。そして一コースがなんとトリップアドバイザーで世界一に輝きました、ジャヤハウスリバーパークに、もうここおのおの個人で泊まっていただいて、皆さん方、今日は私はゆっくり美味しいものの朝食を食べたので10時ぐらいからカンボジア観光行きたいな、アンコールワット行きたいな、すべてお客様グループごとにガイドさんをお一人と専用車をご用意して、すごいたっぷり楽しんでいただいて、かなちゃんがプールサイドに読みかけの本を持ってパッと座った瞬間に、はい、お水にレモンを浮かべたものをどうぞ、30分後にそうページを10ページか15ページ読んだ頃にはスイカのスティックをどうぞ、素敵、もういいところで、30ページ読んだところで1時間ぐらい経ったところにはマンゴーのスティックをどうぞ、そういうところで本当にあのラッフルズホテルも抜いた世界一になったこのシェムリアップで、このホテルに泊まるコースをデラックスツイン、ジュニアスイート、プール付きスイートといろいろカテゴリーを選べるコースもご用意しました。泊まりたい。そして学校が5校目の学校が3月の20日の日に開校式をします。もうここに行っていただいて、高い床式の住居が立ち並ぶいろんなところでカンボジアののどかな農村地帯も皆さん方に普通のツアーでは味わえない文字通り手作りな、まあ熱烈歓迎してくれるので、着いたらすぐにこんな大きなヤシの実ジュースを一人一個ずつご用意してくれたり、なかなかツアーでは味わえない、今回はそういうカンボジアを3月17日から現地に4泊していただき、5日間のツアーを往復直行チャーター便でご用意しました、はい、17日から行きましょう。この番組はジャンボツアーズの提供でお送りしました。本日16時より旅行説明会が行われます。3月17日ご一緒しましょう。緑のバナナ、クセアンボンも食べてもらいますよ。